里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあということで、はい、もう今日開幕ですよ。はい、この後ねえ、うん、待ちに待った、はい、ということで最後にねセリーグの順位予想やりましたけども、はい、お正月にね出した日本一早い順位予想、はい、こちらになります、はい、高間さんと僕の、ね、うん、ここからどう変わったのか、はい、菅野がポスティングしない。そう、その時まだ決まってなかった、ね、まだ決まってなかった。そういった面ではね、はい、それを踏まえながら、うん、最終判断、はい、どうなるのかっていうところで、じゃあ6位から、はい、せーの、ヤクルト。まあ、ここはね、ヤクルトはね、うん、もう仕方ない、はい、2024年に強くなるまだ今じゃない、はい、3年後今じゃないんですよ、うん、でも若手の面白いのは、まあ、村上をね、はい、筆頭に、うん、浜田とか、うん、まあ、開幕多分2軍スタートって今日の新聞載ってたんで、はい、あとは奥川とかもね、うん、いるし、若手はねいいんで、うん、そこがぐーっと上がってきて2024年よ、はい、強くなるから、うん、今年じゃないですいつもそう言いますもんね、やっぱりね、うん、だって俺中日もずっと今年じゃないって言って2020年に強くなるって言って2020年優勝予想したら8年ぶりの A クラス、はい、あ、まあそうでしたね。そうそう、だから意外と当たった。俺これね、他のとこでもいいんだけど、はい、本当に強くなるなって思ってないチームは言わないの、うん、だからよ、はい、この前テレビ東京のやつ出た時に、はい、あのコメントで、はい、オリックスはいつ優勝しますかって言った時に言えなかったもんそこまで優勝するまではいかない。あと4年待っても強くなるかっていうね、うん、逆に人いなくなるんちゃうかっていう。あ、よし、もし山本とかメジャー挑戦とか、あ、吉田選手もじゃメジャー行くとか、とか、もしくは FA とか、うん、とかなっちゃうと分かんないじゃん。だから確かにオリックスの未来は見えなかったから言っちゃった。今あの戦力で今 A クラスとか入んないと思うないです、ちょっと逆に。だって一流選手は超一流ですもんね。そう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 、うん、だから俺は本当に強くなる見込みがないチームを未来予想しないから、はい、だから今年じゃないです、2024年。しかもよ、うん、幼稚園の同級生のお母さんがヤクルトファンらしくて、はい、すごい里崎チャンネル見てくれてるみたいで、はい、ね、すいませんね、ヤクルトのポジティブ情報言えなくてね、今年に関して。でも2024年に強くなりますから、はい、あのパリのオリンピックの時には強くなる姿をね、うん、はい、見せるんじゃないのかなと思います、うん、はい、だから6位です、はい、今年ではないという今年ではない、はい、ね、うん、だから来年も多分同じこと言うかも分かんないです、うん、はいでもね、新しく入って内川選手とかが今年はね活躍しそうで、ね、そうそうそう、だからそこがね外国人来てないけども、うん、ウッチーとかがねカバーできれば面白いかなっていうね、うん、ところはあります、はい、さあ続いて5位、せーの、 DeNA カープ。はい、僕はね、DeNA です、はい、それなんでかっていうと、うん、やっぱ外国人選手10人来てないんだよ。いや確かに、そう、私もね、DeNA と広島ちょっと迷ったんですよ。あ、僕ちなみに4位は広島です。ですか、はい、うん、だからここはもう多くの解説者で、はい、やっぱりその巨人、阪神、中日と、はい、DeNA、広島、ヤクルトで、うん、多分結構分かれると思う、はい、でもやっぱ10、俺も DeNA 最下位と迷ったのよ、うん、正直、はい、最下位にしようかなと思ったけど、まあ、緊急事態宣言も解除されて早めに来日した場合は早めに来るじゃんね、はい、でしかもあのオリンピック期間中の休みもあるし、うん、まあ来たらあれかと思って5位、うん、やっぱでも10人外オースティンいないのよ、うん、それはでかいよ。そこが来たら結構いいと思うんですよね。うん、うん、で広島、はい、やっぱ広島はやっぱ若手の台頭が必要不可欠なのよ、はい、だからあのこの前の最後か、守護神で栗林、はい、ほら俺栗林守護神いいって言ってたでしょ。そうですね、ずっとラフトの時から、うん、そうなってんじゃん、はい、どうよ里崎愛すね、当たってます ね、うん、あとは大道選手とか、はい、でまあ大瀬良がね、うん、去年怪我したけども今年は大瀬良、はい、でまあ森浦選手とかね、うん、でやっぱその若手の台頭必要不可欠だけど、はい、こうがうまく押し上げれればそれはもう広島も上に行くチャンスあるけども、うん、やっぱ新人に頼らざるを得ないところが、うん、予想としてはしにくいよねっていう。そうですね、いやまた森下選手が去年みたいな活躍でローテーション回れるのかっていうところも、うん、そうそうそう、まあ、まだわからないです、うん、でもやっぱりね、うん、若手のいい選手はいるんで、はい、爆発力はあると思う、うん、順位予想をつけなきゃいけないから4位になってるだけで、はい、いや俺も上行きたいよ、うん、カープ、そうそう、でも4位止まりよ、うん、はい、で DeNA やっぱり外国人だから、さすがに
それは外国人最初からいたら多少変わってたかも分かんないけど、やっぱそれはちょっと厳しいかなっていうね。もう私はあの三浦監督のよろしくでうおーと思った人なんで、うん、期待感で4位、うん、まあ、そういうのも大事よ、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあもう3位ですね、3位、はい、せーの、阪神のドラゴンズ。おお、そっか、佐藤さんはね、そうですもんね、はい、じゃあもう思い切って全部予想する、言っちゃいますか、うん、はい、じゃあ優勝先、はい、優勝、はい、せーの、中日。あ、阪神、巨人、中日、はい、はい、そうです、俺は中日、巨人、阪神、じゃあ巨人2位は一緒ってことですね。そうですね、だから1位の中日はもう1年信じようっていう、うん、ここは、はい、この2020年強くなるって言って、うん、A クラスに入って、はい、その集大成を見せるのが今年だから、もう今年裏切れたら、うん、もう来年はちょっと下になっちゃいますけど、うん、はい、もう1年信じようと思うのと、やっぱり昨年のね、終盤のやっぱ福祖部へライデル・マルティネスの、はい、勝ってたら38連勝ぐらい、うん、してたっていうね、あの中継ぎ、はい、ビシエドもいると、うん、しかも福谷大野、はい、柳、うん、小笠原、梅津頑張れっていうところで、はい、去年もおととしも前半バタついてんだよ、はい、あの怪我に出たりとか、うん、あの守護神の岡田が振るわなかったりとか、うん、なんか代打三つ間とかやっちゃったりとか、うん、もう前半バタついて、はい、で後半やっと分かってきてしまって、でそれを最初からやれって話なのよ、はい、それを最初からできれば、うん、もうチャンスあるから、はい、それができるって見越して、うん、だから俺はもうあの、ね、いろんなところで言ってるけど、はい、ジャイアンツはもうディープインパクトよ、うん、1.1 倍、はい、で阪神は北サンブラック、はい、こっちも強い、うん、で中日はハーツクライなのよ、うん、でもハーツクライはねディープインパクトにアルマキネン勝ったのよ、はい、だからこの話はねもう競馬を好きな人ってないと分かんないんだけども、ここで一発逆転、中日大本命じゃないけどももう1年信じようっていうことで、はい、でまあ巨人が2位だから阪神も強いよ、だから多分今年ね、はい、多くの解説者の多分 50% は阪神優勝にしてると思う。お、俺もその気持ちはある、はい、でも中日をもう1年信じようってした自分がいる中で、うん、3位にしか置けなかったところがまあ痛恨の極みよ。そうですね、それ1位だもんね。いや私はもう1位、もう今やっぱ勢いがある阪神、うん、このオープン戦も1位だし、うんうん、やっぱあのちょっと佐藤君すごくないですか。すごいね今のところね、うん、まあそれはずっと打てないから、はい、いくらそんなねバリバリのレギュラーでも、うん、だそれが始まってね、はい、でも開幕戦が神宮だから、はい、佐藤君すごいラッキー。ああ、そうですか。狭いから、ああ、入りやすい。そう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 、うん、そういった面ではいいよねっていうね、開幕戦がやっぱ神宮っていうところがね、やっぱなんかもう勢いのまま今年こそはって思いでやっぱ優勝するんじゃないかなと思っちゃうんですよね。だそこがね、うん、どうなるのかっていうところだけども、はい、まあ面白いよね。でも菅野投手戻ってきましたよ佐藤さん。そうそう、戻ってきたというより残りましたよ、うん、だから俺、うん、菅野がいなかったら、はい、巨人3位だから。あ、そこで2位ですか。うん、うん、で2位よ、はい、だから中日1位にしてるから、はい、それより上行けないよ。そうですね、信じるしかないんですもんね。そう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 、うん、でも今年だけね信じようと思って、はい、そしたらよ、はい、名古屋から仕事の依頼来て、来た CBC ラジオ、はい、若狭さんの番組に出させてもらって、はい、うん、あとあの月刊ドラゴンズ出てます、はい、その時。おー、そうなんですか。やっとお仕事、これ見てくださってたんですかね、うん、ありがたいですね、はい、うん、そうそうそう、だから言ったら叶うんですね。そうですね、うん、でも今年だけ、うん、新人のは、はい、もうじゃあ優勝するもチャンスは今年だってことですよね。そう、今年できなきゃ、はい、もう、うん、オリックス状態よ、はい、まあこれも無理なのかなって言って、うん、下がっていくしかないよね、はい、もう1年だけ信じようと思って、うん、今年中日優勝で、はい、まあ、この順位になりましたけども、うん、さあここから、はい、データから見る順位予想です、はい、今までは主観ですから、はい、あとは思いも入ってますからね、はい、いろんな。そうですね、でデータから見るとですね、うん、まあ、あのこちらはですね、あの昨年の順位で、昨年のチーム打率、はい、でチーム本塁打数、チーム盗塁数、チーム出塁率で、チーム防御率、チームのホールド数、はい、セーブ数で、チームの完封勝ちの回数で、守備率っていうところをデータ化しまして、はい、であとはオープン戦の順位、チーム打率、チーム防御率っていうことも通知しまして、はい、それを全部キューッと合わせて順位予想、どこが上かっていうところで、セリーグのデータから見る順位予想は最下位はヤクルトです、はい、29点です。うん、昨年のね順位も最下位ですし、そうですね、あのチーム打率も最下位なんですよ、はい、で本塁打数が
まあ、3位、うん、で盗塁数も3位、はい、で出塁率は4位というところで、うん、ちょっとあの打撃面がねちょっと振るわなかったかなっていうね、まあ、上位の点数取れてないと、まあね、きついんですよね、はい、で、チーム防御率が最下位、うん、でホールド数が4位、うん、でセーブ数が5位で完封勝ちは一番少なくて守備率も、4位というところで全体的に、得点が全く伸びてないんですよ、はい、でオープン戦はですね、順位がセリーグでは最下位、まあ、ヤクルト、はい、あポジ要素出ました。あの法則ですか、里崎が見つけた、はい、あの法則、うん、オープン戦、はい、最下位になると優勝するか B クラスかです。おーってことはヤクルトは2位3位になることはないな、ないないない、だからもう B クラスが9割、はい、優勝1割です。おでも1割ある。そうだって去年はね、はい、巨人がオープン戦最下位で2度目の優勝っていうね、うん、最下位からのっていうこのデータから見ると、はい、ヤクルトは9割の確率で、はい、残念ながら B クラスなんですけど、はい、1割の確率で優勝です、はい、これをどう取るかね。そうです、シーズン何があるか分かんないですか。分かんない分かんない。その代わり断言します、うん、はい、2位と3位はありません、はい、断言しましたね。過去のデータが、はい、そうなってるから、データから、ね、うん、逆に良かったよね、はい、1割の確率で優勝できるから、うん、ね、そうですね、うん、いや希望が持てます、モデルモデルモデル、はい、まあ、それをどう思うかね、ヤクルトファンの皆さんどう思うかはあなた次第です、はい、で続いてデータから見るところ5位は広島です、はい、38点、うん、昨年の、チーム出塁率1位です、うん、でチーム打率も2位なんで、はい、でも本塁打数が少ないんですよ、盗塁数と、うん、はい、そういったところでねちょっと順位があの点数が伸びないっていうところと、投手陣がチーム防御率5位、ホールド数6位で、セーブも5位、完封勝ち5位、守備率あの5位と、菊池の10割いたのに5位だからね。そうですね、だからもうあの守備の得点9点ですもん、はい、昨年菊池選手以外が守備が、うん、ちょっとダメだったかなっていう、うん、それ でオープン戦で順位がね、はい、セリーグの中では3位、うん、でチーム打率が最下位、でもチーム防御率1位、はい、だから11点、うん、でもちょっと全体的に得点伸びずに38点で5位予想です、はい、続いて4位が、はい、中日です。お、中日、俺優勝予想なのにデータから見ると4位、そうなんだ、はい、ちなみに中日は昨年のね、はい、チーム打率が4位で本塁打数一番少なくて盗塁は5位、出塁率も一番少ないんですよ、うん、だから攻撃面は11点で最下位なんですよ、セリーグで、うん、で投手陣は、チーム防御率が4位、はい、でホールド数が3位でセーブ数は1位で完封勝ちも1位で守備率2位で24点、まあ、2位というところでね、守備で押し上げたかなと。でオープン戦は、チーム打率が3位のチーム防御率最下位で8点と、うん、ヤクルトに次いで5位というところで得点を大きく上げれなくて4位です。4位、はい、まあ、データはデータですから、ね、分かんないですからね。そうそうそう、うん、でもデータから見ると4位になっちゃいます。3位、はい、DeNA 49点です、はい、でこちら DeNA は、まあ、昨年ね、なんて言ってもチーム打率チーム本塁打数1位なんで、いやそうですね、はい、で盗塁数は一番少ないんですけど出塁率も3位と、うん、まあ、そこら辺の攻撃面が21点と2番目に高いんですよ、うん、であの投手陣もチーム防御率3位、ホールド数1位でセーブ数4位の完封勝ち3位の守備率あの3位と、まあ、平均的な点を取って21点と、こちらも高得点をマークしながら、でしかもオープン戦はチーム順位がパリーグの中で5位、はい、でチーム打率も5位で防御率4位と、ここで点伸ばしきれなくて、ここでね、このオープン戦 DeNA 点数伸ばしてたら2位いけてましたよ。あ、いけてました、ああ、数字上は、はい、で2位が阪神、はい、51点、うん、で、まあ、昨年ね、盗塁数1位ですし、はい、ピッチャーもね防御率、セーブ数ともにね高いランク保ってるんですけど、うん、まあ、守備率が最下位というところで、はい、点数伸ばしきれなくて、だからディフェンス面が去年阪神はね、はい、やっぱちょっと弱かったのかなっていうところもありますし、はい、でもオープン戦が阪神1位、そうなんですね、でチーム打率も1位、うん、チーム防御率も2位と17点で12球団中一番いい点を取ってるんですけど、はい、でそこで51点と2位、はい、2位51点、はい、
でデータから見ても巨人が1位です、はい、67点です。うわー、やっぱダントツ。やっぱ去年の、そうだな、あのもうチーム打率は3位、チーム本塁打数1位、盗塁数1位、はい、出塁率2位、チーム防御率1位、ホールド数2位、セーブ数3位、完封勝ち2位、守備率1位で、今年も順位が2番目だから2位で、チーム打率2位、チーム防御率3位と、うん、もう全てにおいて高得点で67点、はい、だからセ・リーグのデータから見る順位予想は巨人、阪神、DeNA、はい、中日、広島、ヤクルトになります、はい。あー、でも普通に予想してもこういう予想する方って多いると思う、いると思う、そうですね、いると思う。でも DeNA は外国人来てないから、うん、まあ、確かにそうですね。これが、うん、この外国人いての点数も入ってるし、はい、だから DeNA のオープン戦のこのチーム打率とかが少ないところはやっぱ外国人いないところが下がってるんで、うん、そうですね、そこがどう反映されるかっていうね。確かに外国人大きいな。いつ来るんでしょうね。どうなんですかね、はい、全く分かんない。で来てもね、うん、て2週間隔離なの か, あ確かにどうなのかによっても、はい、だから来日してから1軍出るまで1ヶ月ぐらいかかるかも分かんないしね。そうですね、ひょっとしたらね。うん、だからそういった面ではどうなるのかがあれですけど、はい、まあ、データから見るとこういう形になります。はい、まあ、でもデータそんなにあれですね、佐藤さんが勝手につけた点数じゃないですか、はい、それでも意外とちゃんとそれなりになりますね。なりますね、はい、予想っぽくなりますね。そうなんですよ、うん、これね、もうこのデータから取って順位予想が当たったら、はい、もう来年からもうちゃんとかあの順位予想しない。もうこれでやる、これだけでやる。いやでも順位予想っていうのはちょっと主観が入るからこそ面白いじゃないですか。面白いの、はい、でも俺らは当たんなかったクソカツ言われるんだよ。そんな言われます？だってそもそもよ、うん、開幕まだしてないのに、はい、あなたのチーム弱いですって言われるファンの気持ちになろう。まあまあ、でもファンの方もそれってなんとなくそのじゃあ最下位予想されてるチームがいや今年は絶対に優勝だってファンの方も、さん、はい、最下位チームはそんなブーイングになんないのよ。ちょっと自覚感もあるしね。あ、そうそうそう、自覚感が一番ややこしいのは3位、はい、4位よ。あー、なるほど、はいはいはい。やっぱ3位、4位の壁は厚いから、うん、そこのどっちにいるかも思いが強いから、うん、はぁ、い、なんで B クラスみたいな、はい、そこの人たちよ。あー、確かにそこの方が厚いですね、うん、それと1位と2位よ、はい、いやこっちが1位だろ、そうそう、分かってねえなみたいな、うん、でね、あのありきたりのやつやると、はい、だから多分このデータに基づく順位予想を世の中にするとつまんねえなって言われるんですよ、はい、で主観入れすぎると、はい、あの変わったことして逆張りでやるだけやろみたいな、はい、じゃあ何が正解なんやってね。いやただ中日ファンはありがとう里崎ってなってるんじゃないですか。そうだからもう一年信じるっていうね、はい、I believe ですよ、うん、やっぱ主観あった方が楽しいですよ。そうですね、うん、でもそれがどうなるのか、はい、まあ、半年後ですね、うん、だちなみにね皆さんも文句言わないで、はい、あなたの順位予想をコメント欄にお願いします。はい、